これ普通に考えたらどうしようってなるけどね。花柄のエプレン、ブレスレット、メリケンサック、これめっちゃ迷うけど、これメリケンサックなんだよな。あかねちゃん、あ、これ誕生日プレゼント開けてみてよ。せっかくくれるってのに文句言ってるみたいで悪いけどさ、あれ僕の好み全然分かってないみたいだね。あれ、おい、メリケンサックじゃないの？メリケンサックって変えちゃったような気がするけどな。違った、花柄のエプロンだったしかも一番最悪のやつ選んでる。待って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 、はい、まあ、いや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 、次ちゃんと花柄のエプロンにしようそれはメリケンサック怒るよな、ずっと思ってたんで。メリケンサックにしたらさ、絶対ダメだろうって。おい、文化祭1ヶ月前に来てまーす。何か思いついた？まだちょっと。僕ね、何か食べ物を出すのがいいと思う。あ、それなら、あかねちゃんプロだもんね。それほどでもないけど、今年で最後だろう、学園祭なんて。おー、そうか、時間のない中、やるには少しでも得意なものをやるっていうのがいいわけなんだね。うん、そうなんだけど、僕の都合だけでみんなに提案。うん、なんとかあかねちゃんの希望が叶うといいな。ということで、何をするんだっけ。そろそろ意見も。何がいいかな。喫茶店、来た、喫茶店だ。じゃ、喫茶店をやることに。うえー、頑張るぞーい。お、春なのに、あ、秋なのに夏服じゃないか。平気平気。じゃ、行こう。今回はあ、そっか、カラオケボックスか。逆に電話があって、カラオケボックス行こうぜっていう電話があってからの、ここ。いや、すごいオリジナルを超えたよ。仕方ない。バラードは難しいからね。感じが出ていいんじゃないかな。いや、上だな。こんな古い歌のオリジナル知ってるの？いい加減なこと言ってるんじゃないの？わーわーい！家まで。ちょっといいかな。あかねちん、やあかねちん、どうしたの？あかねちんとか急に言ったらマジびっくりするわ。ぬりゃあ、あかねお、俺は絶対に認めんぞい。え、さっきお前男やんみたいなこと言ったじゃん。顔と声が合ってないな。わーっとした、うお、びっくりした。もう、もろに入ってるよそれ。今日はどこに行くの？今日はファンシーショップへ行こうと思います。気乗りはしないけど。ファンシーショップね、なんかあんまり好きじゃなさそうなんだよな。俺超大好きなの。俺超大好きなのに。見て見て、清水の舞台から飛び降りたつもりで。どれ買ったらいいかな。実用性の高いペアのマグカップかな。変装に必要なペアの帽子かな。愛の象徴になるペアの指輪かな。あ、愛？変なこと言わないでよ。なんかな、ダメだな、最近ダメだな、ダメだな、下手くそだな。ちょっと疲れたな、僕。じゃあここでね。ああ、最悪だな。やばい、調子悪いな。やばいぞ。はい、ということで、文化祭前日ですね。ふう、肉体労働は疲れるな。おお、いいね。あ、あかねちん、どうしたの？これ、試しに作ってみたんだけど。どれどれ、もぐ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 。うまい！絶品！すごいよ、あかねちん。ほんと？嬉しいな。ほんとほんと、これなら毎日食べても飽きないよ。あかねちんは絶対いいお嫁さんになるね。いい、お嫁さん。うん、俺が保証する。ん、あ、そのあ、そうだ、いけない。僕そろそろ帰って晩ご飯の支度しなくちゃ。めっちゃときめいてる。え、 お兄ちゃんがお腹空かしてるんだ。じゃあまた明日ねめっちゃ恥ずかしがってんじゃん。おい、あ、あかねちん行っちゃった。
膝枕ないんか。ことぶきちゃんの時ぐらいだよな。今日は文化祭だ。さてクラスに急ごう。悪そうな人たちやな。姉さん、うまかったっす。最高っす。姉さん、うまかったっす。最高っす。どうなってるんだ。なんか様子が変だぞ。こんな客層だったら来たくねえな。怖いな、客層が。かわいい。繁盛してるね。でしょでしょ。でも気のせいか、妙な雰囲気だね。ん、姉さん、うまかったっす。最高っす。姉さん、最高っす。ほんとほんと。じゃあどんどん食べて飲んで売り上げに協力してね。うーす。でもこんなナンパのところ総番長に見られたら。ああ、ただでさえ姉さんに近づこうものなら。まあ俺総番長に勝ったけどな。おめえら何やっとんじゃい。総番長。お兄ちゃん、お客さんに何する気。また殴るんかい。つえー、めっちゃつえー。姉さん最高。喧嘩したら負ける。喧嘩したら負ける。これはこれで売り上げが上がって良さそうだからいっか。最後の大イベント終わりなんだね。なんだか寂しいような気分だな。なんかあれだな、恋愛って感じがせんな、あんまり。そうだね、卒業までもうこんなに盛り上がる機会なんてないもんね。でもいい思い出もできたな。このままずっとこうしていたいな。ということで文化祭終了。でもすぐデート。やばい、誰か爆発する。はい、ということで今回は遊園地に来てます。っていうかさ、遊園地こいつ好きだったんだね。メリーゴーランドが好きらしいっすよ。メリーゴーランドなーい。おチールに登ろう。メリーゴーランドが好きなのはちょっと予想外だったな。おチールとか怖いわ。大丈夫だよ、あかねちん。どうってことないよ。これちょっと見たことないな。ちょっと見るか。どんな感じなんだろう。バイキングかな。バイキング超嫌い。子供の時だってもう落ちそうやったもん。めっちゃ僕が叫びたな。バイキングもう一回乗りたいな。でも死んじゃうよ。いやもうこれはごめんだ。実際これ選ぶな。実際は今すぐ並んで乗ろう乗ろう。そこなくっちゃ。うわー、肝っ玉の根性だな。ねえお兄ちゃん、今日遅いらしいな。来た外食。うん、いいよ。一緒に来たー。やっと来た外食。やっといい選択ができたけどな。ムードも何にもない店なんだけど、味は最高なんだよ。ここだってあれだろ、あのバイトのところだろ。よかった。おじちゃん、お客連れできたよ。僕が驚いた。ここが僕のバイト先さ。知ってる。うん、いきなり厨房に入った時は何事かと思ったよ。どうだい味の方。もう最高だよ。ボリュームも値段でも言うことないね。でしょでしょ。自分で言うのもなんだけど最高の店だよ。おじさんもいい。あかねちん本当に嬉しそうだな。来てよかった。今日は何をしようかな。そういやクリスマスパーティーがあったっけ。ん、誰だろう。
はい、魔王ですけど。うん、行こう。お、あ、会場に行かないんだ。ああ、僕も今来たところ。じゃあどこ行こうか。ビル内にツリーがあるから、あれ見に行こうよ。うん、じゃあ行こう。あれを見に行くためにデートするなんてないな、すごいな。うわあ、僕なんだか見てるだけで幸せだな。これがメリークリスマスって感じかな。聖なる夜だからね。本当だね。ん、どうしたの？うん、あのショーケースにある服気になってるのかな。アカネチン入ろ。え、あ、ちょっと押されるの得意じゃなさそうだな。夢みたい。チャイルド服だ。うん、似合う似合う。すいません店員さん。え、メリークリスマス。だから俺からのクリスマスプレゼント。そんな、この服高いし。心配しなんで、うん、しないで。前から貯めていたこの日のために。ありがとう。そうだ、一周院家のパーティーに行こうよ。え、でも茜ちん、綺麗だよ。そんな。さあ行こう、クリスマスパーティー。クリスマスはこれからだよ、うん、かっこいいな主人公。こういうのはな、できるのにな。すごい人だね。なんだ、庭に大きなツリーがあるらしいよ。行ってみる？うん。おい、誘うね。うわ、大きすぎるくらいだね。これだけ大きいとサンタさんも見つけやすい。そうだろうね。僕はもうプレゼントはいいや。どうして？だってもうこの服もらってるし、それに二人でクリスマスを過ごせたから。ああ、いけない、お兄ちゃんのこと忘れ。そうだね。お夕飯までに帰るって言ってあった。じゃあ帰ろうか。ごめんね、僕から誘う。いいよいいよ、さ帰ろう、家まで送るから。うん、最高のクリスマスやな、こんなの。だがしかし、あのあれだな、CG がなかったな、いや画像が。お、これが最高マックスだな。あかねちんの年賀状、かわいらしいかな。今から初詣行かない？イエーイ。でもあれなんだね、今回向こうから来なかったの、なんでだろう。あ、あかねちん、そういえば晴れ着だね。あ、うん、うん、一緒、もう全部一緒。そんな。うんうん、最後ぐらいおみくじしてほしいな。おみくじとか引かな。引く、やっぱりね。引くけどさ、一緒に引こうぜ。どう？な、久々に引いてみたんだけどさ。そんなことないよ、今年の運勢がいいだけさ。おお、いいね、最初から引けばやろ。ありがとう。来年の今頃はどうしてるんだろうね、僕たち。さあ、俺にも想像がつかないけど、また一緒にお参りができたらいいね。うん、ほんとほんと。もうこれ告白じゃん、これ遠回しの告白じゃん。いい天気でよかったね。天気が崩れたらどうしようかと思ったよ。そうそう、でも晴れたんだからめでたしめで。本当にスキーって最適だね。さあ、時間がもったいないから早速行こう。行こう。やべえな、なんかおせちをごちそうのイベントがなかったな。ねえねえ、君ってスキーは得意？ああ、バッチリ。インストラクサー、インダクサー並みさ。まあ、パラレルでゆっくりって程度ね。実は全然ダメなんだ、ほとんど初心者なんだ。さあ、じゃあ僕と同じだね。よかった、みんなよく来るんだろうな。あれ、マジか、おせちごちそうがないぞ。今日はありがとう、あまり時間取れない。家まで。あ、マジか、おせちのごちそうがないじゃないか。あれ、愛の大勝利は終わったよね。
マジか。なんでやろう、マックスになってなかったってことだな。まあ結構あれだったもんな、ここに来るまでの選択肢結構ミスってたからな、最高値になってなかった可能性が高いんだよな。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。